おはようございます家庭菜園が面白いシリーズシーズン1パーソナリティのご一ですいつもお聞きいただきありがとうございます90回目のエピソードになります今日のテーマです梅雨入り週末畑の様子というお題でお届けしますこの収録は6月10日だいたい今ですね10時前ですね 畑にやってきまして畑の様子をレポートしていきたいなと思います今日はですね曇ってます若干日差しがかかったりする時もありますけども雲が空一面に覆っていますまずですね先ほどちょっともう畑に来てウリハムシを5匹ほど捕まえましたやはり朝は動きが鈍いので手であの取ることができますねでまずですね この1週間で雨が降りまして雑草がかなり生えてきていますので今日はちょっと雑草をね取っていきたいなと思いますで畑の様子ですね、えー、っと端の方からちょっと紹介しますまずですね一番、えー、端の一番畝と言っているところはですね今きゅうりを植えてましてきゅうりときゅうりの間にいんげんも、えー、植わってますでいんげんですね いい感じで大きくなって実がついてますがきゅうりはねまだねちょっと小さいのしかついてませんで今きゅうりの苗は1本2本3本4本5本6本7本8本9本10本11本ありますがえー、っと植え付けがですね 少しずつずらして植えてますので大きいのから小さいのでい一番小さいのはあんがまだかかってまして2つほどかかってますがまだあんの中で、えー、本葉がですね3枚とかそんな感じですはい次のうねは先週植えつけたんですけどもさつまいものうねですねえー、っとベニアズマの苗を 先週買ってきまして玉ねぎの跡地に植えましたそれからお隣さんがですね結局え今年も苗を作ってて紅はるかかな紅はるかの芋残った芋をいただきましたで芽がですね数本ありましたので地中に地中というかなあの畝の中に植えてあります で次の畝3番目の畝なんですがこちらはですね落花生ですね落花生を植えてますで半分ぐらいまでは苗を自分で作ったんですけどうーんあとちょっと間に合わなかったので、えー、あと半分は種を植えてありますがちょっとはずがしてないので今日追加でまたまいておこうかなと思います え次の畝ですね4番目の畝はトウモロコシちょっと育てているんですけど非常にチビであんまり大きくなってなくてですね今ちょうど雄花が咲いて雌花のヒゲが出てきたところなのでちょっと人工授粉はしておきますが、えー、すごい、えー、今年は失敗かなこれ全然成長してません身長がだいたい 1m ぐらいですね本来であればもっと高くならなきゃいけないんですけども ちょっと心配です、えー、っと同じ、えー、このトウモロコシのうねトウモロコシ大体今2 4 6と2 0本ぐらい入ってるんですけどうねの半分ぐらい使いまして残りの半分は枝豆を育てていますで枝豆ですね2回に分けて定食してありまして最初の枝豆はですね、えー、実が少し膨らんできました ちょっと病病気にななっっているかか赤サビ病ですかねちょっと葉っぱが黄色くなっているところが何か所かありますで5番目の畝こちらがですねトマトの畝でえー、っとトマトはですね今棚を途中まで作ってあるんですが、えー、これをですね今日仕上げたいなと思いますここは今日やっておきたいなであと脇き芽がやはり1週間たったらかなり出てますので 脇芽を取りましてですね、棚を作って、えー、紐で誘引の準備をしていきたいなと思います。で次のうねですね。次のうねは今、えー、開放というかあの空いてるんですけど雑草がここからですね非常にあります。まあ、何も植えてないんですけど実はですね。 ニラが育ってましてこのニラをですねちょっとどっかに移動してですねここはきれいに畝を作っていきたいなと思いますで次の畝は今育っているのはですねここ根菜類の畝なんですけどえー、っとほうれん草は、えー、あるんですがちょっとダメですねほうれん草あんまり元気ないですあと、20日大根が結構できてますので収穫していきますあとそれから大大根根ですね大根が あと、残り5本ぐらいあります。あで、今です、ね、トカゲがです、ね、大根の葉っぱに上に乗ってますが、結構ね、食べてくれているかも分かんないですね、害虫。お腹パンパンに膨れ上がってます、はいえー。で、あとですね、移動すると、株のコーナーですけど、株ぶもこれ、春の株なんですが、もう終わりかもしれないので、これもいいのだけ残してですね、残すというか収穫しましてですね、 ここもきれいにしていいいきたいなと思います、えー、それから残り4分の1はですね、えー、っと千葉産地とサニーレタスのコーナーであこれ1週間でだいぶ大きくなったのでか、えー、き取って収穫していきたいと思いますで次の畝がですねここはズッキーニですここにウリハ文枝がですね集中的に来てますでウリえっとね ズッキーニ結構なってますねでかいのがああこれみんな収穫します大きいのは特に今日収穫していってしまいますでズッキーニの横に春から育てたイタリアンパセリありますがほぼほぼ枯れてますでその次はですねちょっと今ですね人工授粉をやった方がいいんじゃないかというふうに隣からですねお隣さんからアドバイスいただきましたので ちょっっとと人工やっていいいきたいと思います。隣から持ってきた黄色のですね雄花これを緑の雌花にひっつけてみたいと思いますあでも結構なんかもう雨で雨なのか密なのかわかんないですけど、えー、次行きます次はですね えー、ネギのコーナーがあるんですけどネギはですねっは、えー、これはちょっと後でです、ね、新芽だけを取るような作業をしなきゃいけないです本来であればゴールデンウィーク頃にやりたかったんですが、えー、できてませんで次はですねもっとひどくて、あのー、豆ですねエンド豆のコーナーでこれ、あのー、早く撤収しないとですねもうからんからにですね、えー、干からびておりますのでちょっとここはですね手が回ってない状況でございます あとそら豆もあるんですけどそら豆も,もう今カラカラになってましてそら豆メ結局今年あまりうまくいかなかったですね1回だけ収穫してもうそのまま放置してしまいましたで次の畝がですね、えー、っとこれはナス科のコーナーですねえっ、ー、とここは甘唐辛子とうガラシとジャンボシシとそれからその後にナスが。 ありますナスはですね1つ大きいのがなってますねはいでナスは垂直栽培してますので、えー、後でですね苗の茎をですね支柱にくくりつけていきたいなと思いますちょっと病気になってるかもわからないです枯れてる葉っぱが枯れているような株がですね1つだけありますちょっとこれ心配だなあとその後はですね、えー これはメークインかメークインの、えー、メークインのですねじゃがいもこれあ後からですね台所で眠っていたやつを植えつけましたそれが今大きくなってますはいそれからあとは、えー、ナスがその次にまたありまして今防虫ネットの中で育成中でございますでここは前インカの目覚めがあって ナナス化の後にナスのにをを育ててるるるとととどうなるかというなかいい実験をやっているところですその次の畝もじゃがいもでこちらは北あかりのコーナーですがあ北あかりもだいぶ上の方が枯れてきましたので、えー、時間があればですね今日明日で少し収穫したいなと思いますで通路にはですね全部で8個だと思ったんですけどもいちごのプランターが置いてあって雑草がですねすごいのでこれもちょっといろいろ処理しなきゃいけないなと思いますが多分 時間ががなないような気がしますで隣の畝がですね春高白菜といって春に種まきして、えー、とポ,ッでポリポットで育てておいたやつを定食して今大きくなってますがまだ丸まってません外葉は結構大きくなってますこれが全部でどんぐらいだろうに白葉と11個ほど苗があります えそれからその次がジャンボシシトウのコーナージャンボシシトウ自分でそあの苗を育ててですね、結構できちゃったので、えー、2、4、6株もありますねこれですね夏にできちゃうと、えー、まあおすそ分けをたくさんするようなことになると思いますそれから最後のうねですね、えー、最後のうねはブロッコリーを育てていまして先週 いいところは収穫したんですけどやっぱりですねちょっと今週大きくなっちゃったやつは上が茶色くなってますのでと収穫できるやつと収穫できないやつがあると思います、えー、収穫できそうなのは2個でもう茶色くなってでかくなってしまったのが1個あ、収穫できそうなやつ3個かなみたいな感じでやっぱり、えー、だんだん暑くなってくるとですね 成長も早いので、えー、週末に収穫しても次の週末にはもうすでに手遅れになってしまっているというような状況ですあ,あとキャベツの残骸が1個あるけどあこれもう無理かな先週リボベジタイプのです、ね、キャベツを収穫しまして1回収穫したキャベツから脇芽が出てです、ねえー、と4個キャベツがなってましてそのうちの3個はすでに収穫しまして残りの1個が今日収穫できるかなと思いましたが ちょっともう腐ってしまって難病みたいになっていますのでこれは撤去ですねで、えー、っと最後にですね、えー、一番最後のうねの4分の1にですね、えー、里芋が246株ほど植わってますで周りに雑草が結構生えてますのでこの雑草もですねちょっときれいにしていかなきゃ、えー、ダメだなと思いますもう雑草がかなり背が高くなってますということで雑草が結構もうこの梅雨の雨でですね 大きくなってますので、えー、これをまずやっぱすっきりさせたいのとエンドウ豆は片付けたいのとあとトマトの整理ですねこれはしっかりやっていきたいなと思います、えー、以上畑からレポートでしたはい家に帰ってきましたちょっと10分超えましてすいませんです少し長くなりました今日はこの辺で終わりにしたいと思います このエピソードは毎朝5時に配信しています。今回は、梅雨入り、週末、畑の様子とはというお題で話をしました。チャンネル登録、フォローをお願いいたします。このエピソードを聞いたあなたの感想を YouTube のコメント欄でお待ちしております。今後の番組作成の参考にさせていただきます。あなたにとって素敵な一日となりますように、ご一がお届けしました。それでは、さようなら。バイバイ。